大都会にいてまして、ここに世話しているのは、おばあちゃん、おじいちゃんがいます。でも、この人たちは、ここの生活に慣れてるから、朝もここで洗濯したり、またここでですね、いろいろものを洗ったりする人が結構見えます。